リンリンハローパラレルリンリンパラレルのリントです。はい、本日はね、タイトルにもあります通り、シェフィーさんの指飛びのねお話をしていこうかなっていうのと、まあ一緒にねご飯あげていこうかなっていうところでございます。で、今ご飯ねふやかして少しあげる感じですね。あまりあげすぎるとねやっぱ太っちゃうので、太っちゃうとね肥満の原因っていう形でよく言われているので、私はねあまり太らせすぎないように今やっております。で、指飛びのお話なんですけど、結構最近ね見てくださった方とかだと、なんか指飛びしててかわいそうだとか、形状が悪いんだろうなんだろうかんだろうっていう風にね言われる方がまあたった2回なんですけどありましたので、まあ一応言っとくかと思って。で、しかも、なんか YouTube にコメントを残すんではなくって、ちょっと Twitter の方でね、おそらくスペアカーっていう、なんか一時的に作ったアカウントですよね。からコメントが飛んできて、で、かわいそうだみたいな感じで言われて、2件だけね、届いたんですけど、なんかちょっと、まあ私のね、考えとしてなんですけど、私のチャンネルに対してとか、私のこのね、動画に対してアンチ、をしてくる方っていうのはなんとなくなんですけど、ファンであり一視聴者だと思ってるんですよ。私をアンチしていてもなんだろうな、気にならないんだったら、もう興味ないならそもそも来ないんですよ、アンチって。本当は私はそう思ってます。本当に嫌いな人に関しては関わろうともしないんで。でも相手に何か意見を言ったり何かしようとしたりっていう風に見に行ったりっていうのは、多分興味があるからこそしてしまう行為なんですよね。で、私はそう取ってるので、私がね結構尊敬している、YouTuber さんでフィッシャーズっていう方がいるんですけど、フィッシャーズのシルクさんが言ってましたけど、ファンもアンチもひっくるめてエンターテインメントっていう言葉をね言ってたんですけども、あれはその通りだと私は思ってます。なので私はファンの方もアンチの方も含めて、基本的にアンチが来ようがなかろうが普通にやっていくっていうところなので、あんまりね、アンチさんがこう出てきたとしても気にしてないっていうのと、アンチが出てくるところまで来たら、まあそこそこ知名度上がったんでしょうって私は思うようにしております。最近ね、チャンネル登録が伸びていくにつれて、アンチと言われる感じの方がね、増えてきた気がしております。が、一応ね、私は完全無視をするのではなく、対応できるところ、きちんとご説明しなければならないところはご説明しておこうかなっていうところで、ご説明でございます。で、本日ね、ご説明するその指飛びの話なんですけど、これお迎えした時のね、日の動画でございます。もう実はこの時でね、ここ見ていただくとわかるんですけど、もう結構ね、指が炎症してしまってる状態で、うちにお迎え、しております、この子っていうのは。で、ちなみに、指炎症してますね、この時点で。これお迎えした日です。サイズ比較のために、うちのヒョウモントカゲモドキのロペ様と一緒に写したんですけども、お迎えした時からですね、ちょっと指の先が炎症していて、で、対処しなかったのかって言われると、対処したないことはないです。ちゃんと湿度を保ったりだとか、塗り薬っていうのはね、動物病院に連れて行って、やりましたけど、もう後ろの足に関してはもうこの時点で飛んでしまってるんですよね。で、もうお迎えした時から結構指飛びっていうのはね、もう起きてしまうんじゃないかなって私は思ってました。これもお迎えした日の写真ですね。これも分かりやすいね。ちょっとどうかな、分かるかな。指がですね、もう上向いちゃってるんですよね。なのでもう指自体はですね、多分この日本に来た時にはなんていうんですかね、こう怪我をしてしまっていたというか、骨折してしまっていたっていう状況だと思います。これも中指ですね。で、今中指あの子ないんですけど、そんな感じでね、もともと指飛びした状態で来た子にはなります。これも分かりやすいね。もう中指が上の方向いちゃってますよね。炎症して上の方向いてるので、これがポロって取れた感じになります。で、全く対応しなかったなんてことは、実際はないです。ちゃんと対応させていただいて、塗り薬っていうのはですね、この次の日だったかな、お迎えした次の日か、お迎えした次の日ぐらいに、動物病院に連れて行って、迎えたタイミングからこういう状態なんですけど、できることってありますかっていう形で相談をして、で、まあ手術だとかそういうのはちょっと難しいから、この子の回復力を見ましょうっていうことになって、まあ、回復してもらえるようにっていうところで、もうこれもそうだね、これもこの写真も中指がねクッと上向いてるのと、もう最初からねやっぱり足に関しては1本ね、これは、小指になるのかな、小指はねない状態になります。というか迎えたタイミングってこんな感じの形式だったんですね。なんか懐かしい。まあ下のところはあんまり変わってないんだけど、ここ横はね貫いて今くっついてますし、そうこのケージの横ねぶち抜いてこっち新しくね増設して、こっち水入れ場なんですけど、水置きしか置いてないんですけど、水置きとあとこっちで生活する場所っていう感じでね分けてるんですけど、まさかここまでなったとはねちょっとびっくりですね。で今もねたまにお気に入りのこれタオルですね。懐かしいね。まだこんな時だったんだよ、大きさ。他の写真でもわかるのあるかな。他の写真だと結構顔がドアップで写ってたり、あと指まではちょっと確認できないのが多いかな、こんな感じでね。あと脱走した日の写真とかはあるね。はい、脱走してガチャガチャのカプセルの、ね、出てくる出口にいたりとか。他はそうだね、あとはうちにねサニーくん預かった時の写真とかはありますけど、サニーはね指がある子だったので、そうサニーはね普通にこれ指あるんだけど、このシェフィーさんがね、こっちシェフィーさんね、シェフィーとサニーでね、最初全然同じ大きさだったんですけど、サニーがねあんまり大きくならなくて、シェフィーさんがねもう爆速で大きくなってったんですよ。で今サニーはねシンガポールのご友人のところにいます。シェフィーはこの時からもう中指はもう飛ぶ寸前になってるね。先端はちょっと壊死してしまっているっていう感じですね。まあかわいそうではありますけれども、どうしても仕方ない部分っていうのはあって、で指が飛んだ後はですね、私その指をですねそれ以上炎症しないように対応してましたね。先端に薬を塗ったりだとか、これも指飛びしそうになって、こうもうね炎症が始まってる時の足の小指ですね。ここに何て言うんですかね、ちょっと残酷なお話ですけれども、こうくぼみありますよね。ここのくぼみからポロって取れてしまうっていう状態だったんですよね。でお手手の方もねもう指飛んでしまっている状態、これ薬つけた後だね。はいっていう感じでね対応しておりました。はいちょっとねそれに関しては残念ではあるんですけれども、やはりお迎えしたタイミングから起きてしまっていることっていうのはちょっと私の方で対応しきれないものは多かったのでっていうところですね。はい一応ね、ご説明だけはしておこうかなと思いまして、今回の動画っていう感じなんですけども、懐かしいね。まだみんな小さかった時はこうやってね同じケージの中でね飼育じゃないや、お風呂入れたりとかねしてましたね。これは本当に仲良かった時です。仲良かった時っていうのはおかしいな。大きさが同じぐらいの時、今も多分仲良しではできると思うんですけどね、大きさがね大体同じぐらいだった時はよくこんな感じでやってましたね。もうこの時には指飛びしてしまってますね。これが7月31日ですね。こんな感じで、でも本人はね元気だしっていうところで、本当に指飛びしないようにしてあげるのが一番最善なんでしょうけど、難しいことっていうのもねやはりあってっていうところでございました。こんな感じでね、まず指飛びの原因とどういう状況だったかっていうのはちょっとご説明させていただこうかなと思って動画でございます。本当最初からこのような感じだったのでご理解いただけますと幸いです。なんかねケージが悪くて指が飛んでしまったっていうよりは、もう最初から炎症が始まっていて、ちょっとその炎症をね止めてあげることが私ができなかったっていうところではあります。で本人がねちょっと起きてきたっぽいので、多分これカシャカシャやってたら出てくるんですよ。最近近ね、食欲旺盛なので、あ、出てきたね。もう出てきたね。最近食欲旺盛なので、はい、この子にご飯をね、あげていきましょう。今日はこっち使おうかな。これ後で洗いたいからね。はい。こっち洗ったやつだから。こっち使って。いや、食えてない。食えてないな。はい、どうぞ。あと、あなたこの顎のところに脱皮した皮ついてるわよ。よいしょ。さて、手持ちカメラにするかな。はい、そんな感じで指飛びに関しては、ご理解いただけますと幸いです。ご飯食べる時だけね、なんか荒いんですよね、この子ね。普通に抱っこしてたり一緒に遊んでた時には全然ベタなりちゃんだったりするんで。もういらない？あんた顎それやると、あ、取れたね。うん、脱皮の皮が取れたね。あ、もう直接いく？あ、いいよ。え、お前2個同時でいった今？え、2個同時でいった？すごいじゃん。あとピンセットで顎のやつ取れたわ。これ顎取りな。もうないよ、もうない。はい、指こんな感じね。まあね、指飛んでしまってはおりますが、この子自身はね、健康にちゃんと育っていますし、それ以上の指飛びっていうのはね、もう起きてないので、最初指飛びした最初のね2ヶ月3ヶ月くらいはね、炎症でね、やっぱり指飛んじゃってましたけれども、それ以降は全く起きておりません。はい。え、今日帰らないで出てくるの？どうする？散歩する？ほんともうここ4ヶ月5ヶ月は新しく指飛びしてしまったりっていうことはないですね。うん、え、いや、その隙間入ろうとする？散歩したいの？それとも自分で帰る？くるっと U ターンして帰るならいいんだよ。あ、もう餌ないのねって顔してるね。散歩じゃないね、帰るね、あなたね。それ自分でね、ちゃんとね。まだくれんのって顔してるね。もうないよ。私があげようという素振りを見せないから帰るね、これね。なんか帰ったね。優秀だね、やっぱあんたね。餌くれないって分かったら帰るんだ。ただここでね、私がね、ここでまたカチャカチャやり始めると出てくる可能性がありますね。カチャカチャやってると、ご飯新しいの準備してるのかっていう顔してね、出てくるので、あまりカチャカチャしないでね、動画を締めていきましょう。そしてこのね、今拭き終わったこれを片付けたら、はい、ここのね扉閉めていきましょう。水容器が汚れてるんで、今日の夜、水の取り替えかな。あのままだともううんちまみれで汚いんでね、今日の夜取り替えですね。他の子たちもちょっと、水容器入れ替えたりとかするので、そのタイミングで合わせてやっていこうかなと思います。はい、ということでね、本日はシェフィーさんのね、指飛びのお話させていただきました。で、シェフィーさんはね、こういう状況でこうだったよっていうご説明でございます。何卒ね、ご理解いただけますと幸いです。まあ、かわいそうなことをしてしまったことっていうのにはね、変わりはないんですけれども、何かを追加でやってしまったとかそういうことではないですし、ケージがどうのっていうところでもない状態でございます。本当お迎えしたタイミングでね、もう延焼が始まっていてっていうところなので、そこはちょっとご理解いただけると嬉しく思います。私なりには最善を尽くして、この子の健康をね、考えた上でやっておりますし、獣医師さんのね、相談もさせていただいて、指飛び程度だったら、問題ないよということで、よく起きる、事例でもあるから、あんまり深く考えない方がいいし、お迎えしたタイミングからこういう状態だと、なんていうのかな、簡単にね、治すっていうのは難しいことだよって延焼してるところ。なので、そこは、心を強く持って、あとはね、今後ね、大きくなっていけるように、ちゃんとご飯あげたりだとか、お世話してあげたりっていう形でしてあげれば問題ないよっていう形で、慰めじゃないですけどね、そういう言葉もいただいて、そういう状態で対応してきたっていう形になります。はい。なので、ご理解いただけますと幸いです。ということで、本日の動画は以上となります。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方のね、フォローもお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上、りんとうでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、りんとでした。バイバーイ。